大手 IT 企業の DNA は、子会社のペロリが運営する女性向けファッション情報サイトメリーに関し、規約違反の可能性があったとして8割以上の記事を大量に削除しました。 DNA は他のサイトからの文言転用や不正確な情報発信が認められたとして運営する10のキュレーションサイトのうち9つを非公開にしたばかりでした。さあ、こちらのニュースは男性4割、女性6割で、30代、20代の皆さんが特に反応しています。まあ、DNA は特にキュレーションメディアに関してはこう買収で、そしてまあ次のメディアとしてはマーケットはこれは必ず作るということで力を入れてた部分で、ところがまあ現場がなかなか追いついていなかった。これちょっとなかなか前田さんお話しにくいかもしれないですけど、非常にコメントしづらい話題をありがとうございます。でもね、素敵ですこうやってお話ね。まあ大きく2つ問題があって、これごっちゃされてるんですけど、まあ監修不足だった。そのエビデンスがない基準を捨てたよねっていう話と、あともう一つ盗用の問題ですね。いわゆるパクリって言われる問題があって、これはごっちゃに議論しちゃいけないと思っていて、その前者の監修不足の問題は。命に関わってくる。でその今回2段階になっている、つまり最初にメリーを除いてメリー以外のサイトを休止して、で次にメリーの記事もこう消し始めて2段階になっているのは、この命に関わるかどうかって観点も結構大きかったと僕は思ってて、メリーはエンタメなんで、監修不足の記事が出てたとしても、まあ、それはそれで面白いと思うんですけれども、一方で例えば腹痛の要因は幽霊だみたいなことをやったら それですごい不安になっちゃう人がいるっていうのはちょっと問題があると思うし、っていうふうにかなり我々社内でも厳しく受け止めて、今改善に向けているという状況ですね。まあ、グループ会社ですけど、逆に言うとでもこうメディアの過渡期として今後やっぱりこう情報を受け取るユーザーの皆さんにも何らかのこう信頼の指標みたいなのっていうのも必要になってくるんですかね。そうですね、それがもしかしたらメディアであることのゆえんというか、このメディアが出している情報は信頼できるっていうふうにメディアがある種と成長していかなきゃいけないのかもしれないです。小松さん一言。はい、まあ、盗用の問題はですね、それはそれで深刻だと思うので、ぜひ上場企業としては深刻にきちんと受け止めて、まあ、対処していただきたいというふうに思いますね。そうですね、まあ、今回この問題クローズアップされてますけど、もう本当にウェブ上の情報ってもすでに溢れてますから、僕らの方のね、やっぱりメディアリテラシーみたいなのもしっかりと研鑽を積んでいかなきゃいけないのかなと思います。